朝日橋は神奈川県足柄下郡箱根町の早川に架か,かる箱根国道の橋である。昭和初期に箱根の県路の自動車交通に合わせた近代化事業が行われた。東の沢の地と瀬橋は1930年、箱霊道門は1931年に竣工。箱根湯本の温泉街の西部に位置する朝日橋は1933年に竣工した。 1967年には渋滞緩和を目的として上流側に並行して紅白下駄橋が架けられ、それ以降は下り線一方通行となる。道路の近代化史や昭和初期の鉄筋コンクリート技術を示す歴史的価値の高さから1990年には神奈川の橋100線に選定。2005年には旭日橋と千歳橋。 箱コレ道門が箱根地区国道1号施設群として土木学会戦勝土木遺産に選定。2015年には国道1号箱根湯本道路施設として朝日橋、千歳橋及び箱根道門が重要文化財に指定された。左岸側が下流より20度ずれた斜橋である。軟弱地盤であることから基礎への負荷を軽減できるタイドアーチ橋が採用された。 39.5メートルの島町は、鉄筋コンクリート構造のタイドアーチ橋としては、日本最長である。上流側に、同時期に建設された千歳橋も二対称であり、照明塔は、朝日橋が洋風であるのに対し千歳橋は、和風と工夫が凝らされている。ありがとうございます。